皆様こんばんは。有声卵ですけど、今夜も晩酌、開始しております。そして、晩酌も終わりそうな状況で、お茶もしたり、あとは田舎で有名な干し柿、柿の干したやつですけど、そういうやつを食べたりして、パワーを得ています。干し柿っていうのはね、いろんな形のものがあるんですけど、果糖っていうね、糖分が、ブドウ糖に勝る、何か、パワーを持ってるんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、ブドウ糖はブドウ糖で、素晴らしいんですけど、加藤さんとか、糖がつく人っていうのはね、藤原家とかね、いろいろ日本にはあるんだけど、佐藤さんとかね、砂糖はだけどあまり取ると良くないっていうことは聞きますけど、黒糖みたいなものはミネラルも取れるし体に良さそうだなって思います。自然なものから糖分を取ったりするっていうことは、体の細胞にもなんかいいような気がするので、ちょっと意識して摂取できたらいいなって思いますよね。あんまり今日はね、飲まないように頑張ってるので、このままお茶で耐えます。以上です。お疲れ様です。